福岡市博多区五福町五福町は、福岡県福岡市博多区にある地名。現行の行政地名は、上五福町、中五福町及び下五福町となる。2021年6月末現在の人口は4179人。福岡市博多区の東部に位置し、北から順に、下五福町、中五福町、上五福町の三つの町に分かれている。西側は、 元広通りに、南側は明治通り、北側は大浜通りに面し、また境内を昭和通りが走っている。東側は五笠川と接している。元広通りや昭和通り、明治通り沿いはオフィス街として賑わっているが、一方裏手に入ると昔、ながらの下町の風情が残っており、寺院も多い。かつては、 博多義に山笠の竜の一つ、五福町竜を形成していたが、1966年の町名町会整理事業により、東西に分離して、東側は東町竜と合流し、東竜と恵比寿竜に、西側は西町竜と合流して、清流となった。これは五福町竜の大半が元広通りに含まれ、また分断されることになり、竜の運営が苦しくなるためであった。 毎年山笠期間中は、元広通りと明治通りが交差する、五福町交差点の五福町ビジネスセンタービル前に、飾り山が設置され、追い山の際には、元広通りがコースとなる。また、五福町交差点付近は福岡ソフトバンクホークスが優勝した年に行う優勝パレードのスタート地点となっている。郵便番号は上五福町が812-0036。 中国町が812の003五、下五副町が812の0034。上五副町、中五副町及び下五副町を合わせた人口の推移を福岡市の住民基本台帳に基づき示す。集計時点は各年9月末現在である。五副町ビジネスセンター以前は上五副町の地域に極所小,小学校、中五副町、 下五福町に大浜小学校があったが、児童数の減少により、例世、奈良屋とともに四小学校が合併して、2001年に旧奈良屋小学校の場所に福岡市立博多小学校として統合された。また中学校は旧博多第一中学校があったが、こちらも児童数の減少により、1983年に旧博多第二中学校と合併して、 旧博多第二中学校の位置に福岡市立博多中学校として統合された。よって現在は全域が福岡市立博多小学校及び福岡市立博多中学校の校区となっており、町内に小学校、中学校はない。福岡高速道路環状線五副町で入り口、天神方面より菓方面を撮影。左は菓方面、また天神。 桃寺方面へ向かう入り口。右は、桃寺、天神方面、また、菓子方面からの出口。主な幹線道路は次の通り。福岡市地下鉄箱崎線五福町駅五番で入り口。後ろは、五福町ビジネスセンタービル。鉄道については、福岡市交通局が運営する地下鉄が上、五福町と中五福町の間に通っており、次の駅がある。バスについては、 複数の会社が運営する路線がある。西日本鉄道株式会社が運営する西鉄バスの停留所は次の通り、昭和自動車株式会社が運営する路線の停留所は次の通り、JR 九州バス株式会社が運営する路線の停留所は次の通り、ありがとうございます。